はい、こんにちは。沖縄おばばです。はい、今日の昼食ですね。はい、今日はいつもの天然工房の国産小麦のね、パン屋さんに行ってまいりました。はい、あそこ行くと本当安心できます。はい。なんせね、えー、ちくわかまぼこを食べてないですからね、あそこの方、方は。はい。ということで、はい、えー、 買ってきたあ天然工房ですね。天然工房のパンでね、作ったこの、作られたお惣菜パンです。こちらの方は、エビカツバーガーですね。じゃパンちっちゃいのわかりますよね。これただ、こっちがロールパンです。普通の。はい。えー、まあ、ロールパンって言ってもね、あの、そのパン屋さんで買ってきたロールパンです。はい。えー、全然わかりますね。<laughs> ちっちゃいのわかります <laughs> こういう感じです。はい。えー、で、えー、パンの方には、あーね。 えー、ポテトサラダを、ちょっとね、えー、入れてみました。はい。あと、紅茶です。はい、今日のね、おい、あの、昼食はこういう感じですね。はい、軽く食べようと思ってます。はい、えー、皆様ですね。何と言ったらいいんでしょうかはい、えー、例のね。 えー、ちくわんかまぼこパーティーのね、ぴよぴよ子ちゃんのね、えー、ちっちゃい子バージョンですね。なんとね、雨の国ではね、えー、20%のね、えー、ガキンチョたちがね、もう食べちゃってるみたいですね。はい、どうなってしまうんでしょうかはい。まあ、理性のあるね、親御さんだったら、まあ、食べさせはしないと思いますけどね。 なんか不確定要素が多いですからね、あれ。はい。そういうことです。はい。きちんとね、物事を考えましょうということでね。やっぱりそこら辺なんですよね。物事が考えられるかどうかで、今後のね、あの、見通しが決まってきてしまうという。まあそういうことなんですよね。まあ人として生まれてきたからにはね、人間というのは考える足ですから。 やっぱりね、脳みそを使わなきゃいけないということがね、このことからもわかると思います。はい。えー、なんでもね、まあ、なんていうのかなー。あーいろんなことにね、ついてね、考慮して、えー、考えてね、そしてね、行動を起こさないと自分でね、えー、なんていうのかな、あーリスクとね、リターンですね。それをね、えん、ー、びにかけるっていうことが必要なんですよね。 はい。それをね、普段からやっている人たちは、今回のね、あの、わんかまぼこの騒ぎもね、えー、別にっていう感じなんだと思います。はい。えー、まあね、でもね、周りがね、そういう人たちばっかりじゃないんでね。はい。えー、特に、あの、日っぽんはね、そういう感じですね。まあ、これを言ったらね、えー、隣のね、K のコク,コクとかね、 えー、死の国国とかもそういう感じでしょうね。えー、なんかね、えー、まあ、日本の場合は平和ボケしてるっていうのもありますけど、K の国国の場合ね、平和ボケっていうんじゃないですからね、あそこね。なんて言うんでしょうかね。まあ、日本もそうですけどね、なんか、ぬ、これ東洋のね、国全体に言えることなんですけど、なんかね、これ一言で表しちゃうとね、 いいのかな言っちゃってって感じなんですけど、どのね、どの例のね、どの例の根性なんですよ。はい。そういうことなんですよ。はい。まあ、どの例の根性だから、こう、ついについつい従っちゃうっていうことなんですよね。もうね、はい。あ、いい加減ね、どの例の根性はやめましょうということです。 もうね、今、あれ、あれなんですからね、あの、死の交渉の時代じゃないんですから、はい。そういうことです、はい。まあね、ね、えー、カースト制度はありませんから、はい、この、この国にね、はい。そういうことでございます、はい。まあ、本当にね、えー、開いた口がぽっかり塞がんないって感じですね。はい、えー、まあ、 ね、雨のね、雨のね、国もね、えー、まあ、やってるパーセンテージは日本よりもかなり低いですけど、それでもね、おちびちゃんたちね、二割のおちびちゃんたちはかわいそうですよね。はい、えー、パーセンテージはね、日本よりもだいぶ少ないけどね。その代わりね、これ週によって差がありますからね。その、なんていうのかな、ちくわかまぼこ食べちゃってる週はね、 食べちゃってますからね。食べてない週はね、全然食べてませんからね。まあそういうこともあっての5割なんだと思いますけどね。まあ、ひよこちゃんたちは気の毒です。2割です。はい。そういうことです。はい。まあ、なんと言うかということですね。はい。それでは皆さんね、まあ、できたらね、あのー、お子ちゃまたちを守ってあげてください。はい。 それでは皆さんまたごきげんよう。沖縄おばばでした。これからこのお昼をいただきたいと思います。